はい、こんにちは、インケです。今回はこのメルメテルを使ったデッキをね、考えてきました。こいつね、進化で HP130、そして特性でダメージをマイナス20カットするんで、結構耐久型に見えるんですけど、実は俺が注目してるのはそこではなくて、4エネで120ダメ。まあ、この4エネって結構きついと思われがちなんですけど、進化前のメルタンでね、エネルギーを貯めることができるんですよ。なので、結構耐久型に見せかけた速攻型に近いデッキを組むことができるんですよね。なので、今回はメルメタルの速攻をね、生かして、倒していきたいと思います。だけど、速攻といっても、まあ、そんな速攻できるわけじゃないんで、この120ダメ、120ダメだと、相手の切り札級のキャラ、例えばミュウツー、など、フリーザーなど、まあ、そこら辺のやつね、ワンパンできないんですよ、どうしても、120なんで。ワンパンできない、試合を決めきれない時のために、相方としてこのピジョットを用意しました。ピジョットで、相手の切り札を激あ、メルメタルで相手の切り札を激用にした後、相手が引きますよね、ベンチに。その引いたやつを、追い払うでまた前戻らせて殺す、決め切る、そのためで、ピジョット入れましたね、ピジョットはとにかくずっとベンチにいてもらうんだけど、まあ無属性にノーマル属性なので、まあ鋼属性と相性がいいということで、今回はね、メルメタルでゴリ押しデッキ、やっていきたいと思います。デッキはこんな感じで、まあ榊もう一枚入れた方がいいかなと思うけど、まあ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 、ここはやりながらやっていきます。はい、千夏ちゃん対戦よろしくお願いします。よし、ここさあやっていきましょう。でメルタンとポップを引いていく。これは結構手札もいいね。早めにメルメタルを通っていきたいところ。さあ敵は水デッキかな。毒クラゲは、50ダメで毒にするキャラだね。でメルメタルの攻撃で、まあ、ワンパンではあるはず。確か 120HP120 より下だった気がする。110かな、100かな、わかんねえや。来たで、メルメタル結構幸先いいから。で、貯める、博士。さあ今んとこいい感じよ。今んとこ手札の、流れもピジョンも引いた、結構いい感じで。メルタン、夏目用のもう一体3体目のキャラも大事よ。で貯める、貯めて、エネルギーを取っていくと。さあいいね、ここまでの流れは完璧。ただメルタンのいやダメなところは、例えば次のターンエネルギー 3にできるじゃん、つけて。で貯めても、で4になる。で次のターンまたつけて5なんで、次のターン貯める意味がないんですよね。その噛み合いが悪いというか。だからここはね、貯めるじゃなくてもう進化した方がいいんだよね。結局次のターンどうしても攻撃できない、このターン攻撃できないんで、そう、ここで進化して貯めなくても、結局次のターン攻撃できるから、進化しない意味がないっていう。はい。で、メルメタルに進化。ここ、メルメタルに進化させちゃおうか。で、ピジョン進化。で、エンドかな？ターンエンド。まあ、夏目来ても、まあ、ピジョンに変えればいいんで、全然問題ないかなと。という判断で、メルタンを進化させた、ベンチの。さあここで、毒クラゲ来るね。 OKOKOK。 さあただメルメタルに対して結構悪いね。毒クラゲはあー来たか。ビジョンかな、ここは。でも夏目使ってくれたの正直ありがたいんだけど、ここメルメタル削られた方が結構俺的にはきつかったな。これスピーダーで結局引けるんで、ここは敵ちょっと、でもスピーダー持ってないと判断してるのかな、俺が。まあここでピジョット引ければね、よかったんだけど、ここでピジョット引ければ、後ろのフリーザーにボコせたんで、まあまあって感じだったけど。で、はい、傷薬。これ敵どうしようもないんじゃないかな、もう正直。これ結構速攻に近いでしょ。敵がまだ2エネしかないのに、こっちはもう4エネ。で、大技が打てるの、もう、このターンで。このターンで大技が打てて、結構強くない？このデッキ。もう大技が打てて、もう敵エネルギーゼロ。これもうね、霞でなんかやったりしないと多分もう勝てないね、敵。多分だけど。はい。じゃあもうこっから、あとはこのフリーザーを叩くだけだね。多分、種ポケも引けてないのかな、これ。毒クラゲとフリーザーデッキなのかね。多分そうっぽいね。霞か。まあワンチャンかけてきたって感じが。吹雪80ダメだから、一応メルメタルなら2発耐える。130でマイナス20するから60、60で2発耐えるね。やっぱそこも強いとこかなと。
で、ここ榊を使う意味はないから博士を使う。ピジョット引いてほしいな。オッケー、ナイス。まあこれ例えば敵が後ろに激浪のフリーザーとかがいたら追い払うで無理やり起こせて倒せるっていうね。まあここはこうだな。いや完璧じゃないこのデッキ。 EX フリーザーデッキに対してもこれぐらいの速度で速攻というかね、もう中盤から120のダメージを入れることができる。何も言うところ何もないかなと。120を受けきれてないよね敵が、毒クラゲじゃ。これは勝ちっすね。うん、やっぱりこの耐久と火力を持ち合わせたメルメタル、しかも EX じゃないんで死んだとしても1ポイントしか取られないよね。まあこれは GG でしょう。強えメルメタル。さあ決めます。もうヘビーインパクト。いやピジョットのね追い払うも結構いいと思うんだよね。今のとかもフリーザーが後ろに逃げたとしても起こして倒せるんで、特性で完璧です。はい、ショさんよろしくお願いします。先行っすね。さあやっていきましょう。ポッポ、ここはメルタンが出てほしい。メルタンと、ピジョン、そしてメルメタル。来たメルメタルいいね。メルタン怖い。メルタン、メルタンマジで大事。メルタンここ大事。ここマジで大事。ここマジで大事。オッケー。メルタンなんかさ、このメルタンの下のとこメタモンだよね、これ。かわいいよね、メタモン。銀色メタモン。このね、色合いのなんか柔らかい系見ちゃう、スライム系見ちゃうと、俺ね、ドラクエの、メタルスライムっていうのがいる。はぐれメタル、メタルスライム、メタルキングっていうのがいるんですよ、ドラクエに。そいつらを倒すとね、すぐ逃げちゃうんだけど、倒せたら、経験値がざっくりもらえるんですよね。だ見つけただけでめっちゃテンションが上がるキャラなんだけれども、まあ、ペルソナで言うと、ペルソナの、なんかね、黄色のなんかね、やつ、黄色のなんかめっちゃ足速い逃げるやつなんだけど、あれ経験値倒すとめっちゃもらえるんだけど、それと同じような感じでめっちゃレアなキャラなんですよ。それを、彷彿させてしまう、このメルタンのこの色合いは。メタルスライムを彷彿させる。はい。待って、なんだった敵のデッキこれ。ただエネルギー事故してる。これ、年齢打てないね。これ早めにメルタンで貯めたい、正直貯めたい。だけど、このターン貯めることは不可能だから、ここはね、もう地道に貯めよう、ここは。こういう時は、こういう事故ってる時は、スピーダーが来なくて事故ってる時は、ここはもうね、地道に作戦変更。敵もこれ事故ってるから、眠りか。でもスリーパーの眠りは 25% だから大丈夫。え、これ何敵の何デッキ。あ、スリーパー海流だ。そんな、何そんなのあんの。でもスリーパー俺弱いと思うぞ。スリーパーね、まずここで眠りにさせるので、次俺のターンで、まあいいよ、ここで眠るじゃん、眠るじゃん。でその後ここで眠りチェックが入るのよ。ここで表引けば眠りにならないんだよね。だから結局ね、眠りになるの 25% なんよね。だからスリーパーそんな強くないと俺は思う。で、ここでね、もうメルメタル打てたら夏目で死亡ですね敵。ここまあ博士使っていいな。夏目を使う意味はない。これスピーダー引いてほしい、できれば。なんでやねん、スピーダー引いてほしかったら。まあここは進化する意味がある。んー、どうしようこれ。これ食べたいな。でここでピジョンと入れ替えて、メルタン前に出して貯めるじゃん。貯めると2円ね。あーでもどの道無理か。ここで出して、次のターン、無理か。どっち道に次のターンじゃなくて無理なんだ。じゃあもういや、貯めるか、もう。大丈夫だよね、これ間違ってないよね、この選択。多分これでいいはず。前に出しとく意味はあるはず、ここで。多分大丈夫。で、この次のターン、ここ耐えれば。このターン耐えれば、死なないよね。40ダメだから、OKOK。で、スリーパーは 100% 攻撃できない、これ、このデッキは。てか、むしろミニ竜は前に出てきてくれた方がありあー、白竜になったか。こうなるとやべえ。これ、海竜、
やばいね、これ。眠りは論外ね。あ、でも眠ってもいいわ、正直。このターンは何もしないから。攻撃できないから。ここは別に裏でいいよ。別に裏でいい。ここは全然大丈夫。攻撃しないから。で、ここは、メルメタルに進化します。で、つけて、ピジョットになる。で、これ敵カイリュウには次のターンにカイリュウになるのよ。だからまだメルメタルに進化させる必要はないから。だけかといって今進化させないメリこともないんだけど、まあ一応、いや、レッドカードの可能性あるから出しとこう。で、まあ夏目を使う意味もなくて、これ追い払う行ってもいいか。追い払う行っとくか。追い払っとこう。追い払うすることで敵スリーパー、あ、でも特性は関係ないんだ。あー、やらかしたら、まあいいや。これで、OK。はい、終わり。まあ次のターン。ここで敵がカイリュウ引いてたら、まあでもどっちにしても無理か。無理だな。でもカイリュウ引いてなくない？これ多分。こいつ。あ、引いてるわ。こうってなるときつい。ただ、メルメタル150になるのか。うわー、カイリュウの流星群。結局、カイリュウの流星群が、3発当たったら死ぬんだね。1体に。だからこのトップのメルメタルにカイリュウの流星群が4発中3発当たったら負け。うわー、ちょっと出遅れちゃったな。もう最初の手札がね、まあ悪かったのが知らないんだけど。で、まあここはこれ、こう、当然こうして。で、ニャースを殺すのが一番メリットないから、ここは追い払うだね。まあここで、何を出していく？スリーパーかな？あ、ミニでいうか、さすがにか。で、まあここはヘビーインパクト。これまずいな、流星群。流星群2回撃たれるね、確定で。待って、負けるくない？これ。流星群2回撃たれるわ。待って、流星群2回ってことは400ダメ。うわ、待って、ギリ負けたくない？ 400 ダメでしょ。これギリ負けたか。これ眠りはマジで論外ね、眠りになるのは。眠りになるのだけはマジで論外だから本当にやめろよ。やばい。待って、やばい。これやばい、これやばい、これやばい。これマジやばい。え、待って、これマジで。よっけ、危ねえ。てか50、あ、でも傷薬やる。オッケーオッケー。ワンチャンか、まだ勝てる、まだ勝てる、まだ勝てる。傷薬やるから、これで70なの、50から。で、待って。流星群50、50、100。狙ったら大丈夫だ。もうこれは怪獣をぶっ倒すしかなくて、榊を使う意味はないから。榊を使う意味はない。でもこれヘビーインパクトよ。さあ、ここマジで、あ、やべ、エネルギーつけ、やっべ、待って、やばい、やらかした。ピジョットにエネルギーつければ、待って、やばい、待って、やらかした、だいぶやらかした。え、ピジョットにエネルギーつけるの忘れた、今。うわ、待って、やらかしたかも、これ。え、大丈夫、それは榊がある。え、待って、ピジョットにエネルギーつけてればこれワンチャン勝ったかもしれないのに。あ、でも大丈夫だ。これ起き、これ眠ったらマジで殺すからね。これ本当に、これ本当に起きなかったらマジで殺す。起きなかったら本当に殺す。本当に殺す。あぶねえ、あぶねえ。よし、これは勝ったね。これは勝った、勝った。オッケー、ありがとうございました。いやー、海流デッキに勝てる、このデッキ。皆さん使ってみてください。